さあご覧ください、こちら函館朝市どんぶり横丁市場なんてありますよ。こちらどんぶりファンにはたまらない横丁なんじゃないでしょうか。ちょっと行ってみましょう。いやー、こちら海鮮丼とかいっぱいありますね。こちら朝イカ丼なんてありますよ。ちょっとこちら試してみましょうかね。さあこちら味仙前川さん、行ってみましょう。すいません、朝イカ丼を。朝イカ丼、はい。ご飯と大盛りとかってできるんですか？大盛りもできます。はい、じゃあ。朝イカ丼に卵ありか卵なしにつくんですけど。あ、卵ありでお願いします。店内はジャズが流れる落ち着いた雰囲気。さあこういったラインナップですね。丼、そしてお漬物、そしてこちらお味噌汁ですね。さあというわけでこちらが朝イカ丼でございます。すごいですね。やっぱ大盛りにしたからかな、この丼から溢れ出ちゃってますね、お米が、そしてこちらが朝採れたての、これはイカの肝とゲソとなんかあえたみたいなやつがついてきましたね。こちらも一緒に食べてみたいと思います。じゃあ早速いただいてみたいと思います。これですよ、これねえ、新鮮なイカをこれこのプルプルの具合すごくないですか。これはこれもうね、これもよく言われてることですけど、甘いイカがこれスイーツなんじゃねえかなっていうぐらい、これ寒天じゃないですか。もうこれちょっとイカの甘みと旨みがね、お米の上で踊ってますよ。こちらなんとこの温泉卵がね、温泉卵が隠れてましたよ、イカの中に。正直ね、この部分ご飯にお醤油がかかって海苔がちょっと 2,3 切れついてるっていう、これだけで美味しいですよ。これ取れたて新鮮なイカのゲソと、聞こえますか、この歯ごたえ。たまんないな。もう北海道離れたくないな。はい、というわけでラストスパートです。完食です。というわけで前川さんの朝イカ丼ごちそうさまでした。